はいどうも皆さんこんにちは、サーリーの河野玄斗です。今回はですね、2022年今年の京都大学の問題を解説していきます。この問題ですね、非常にシンプルですね。求めたいのがログ4の2022が 5.4 から 5.5 の間にあることを示せと。あまりにねシンプルすぎて受験生の方はねかなり驚いたと思うんですけど、この問題しっかりと考え方を追っていけば必ず解ける問題なんですね。なのでこの問題を通してしっかりとその解法のプロセスっていうのを学んでもらえたらいいなと思います。それでは早速やっていきましょう。まず求めたいのがこの不等式と、でその後にね、ただしこれを用いて良いよと、これがヒントなわけですね。これを使えっていうふうに言われてるわけですよ。じゃあどういうふうに計算するのかなって言ったら、まずはこの式を見てあげて、ログの形はねちょっとね嫌なので、一旦定義式でログを使わない形に変形してみましょう。そうすると元々の式っていうのは、2022っていうのが4の 5.4 乗から4の 5.5 乗の間にあるよっていう不等式と同値ですよね。これをね考えてあげると、4と 5.4 乗の方は難しいけど 5.5 乗の方って求まりますよね。だって4の 0.5 乗っていうのは2なわけだから、ルート4で。ということで、この右辺の方は計算してあげると、4の5乗、1024かける4の 0.5 乗、2っていうふうに分けてあげれば、2048っていうふうになって、こっちのね、不等式は簡単に示せましたよと。これでね、右側は OK。本当はね、証明っていうのは、2022小なり2048から始めて、こっちに戻んなきゃいけないんですけど、今回ね、ミソになってくるのが、この記号、同値。同値であるっていうのは、すなわち、こっち方向にもこっち方向にもね、両方向に行けるよっていうことを表してる記号なので、これがね、示された時点で、この同値記号で結ばれてるってことは元に戻れるんだね、っていうふうに言えるわけですね。この同値を意識して変形するっていうことはすごく重要です。では、問題となるのが、この左側の、この不等式、5.4 乗の方なんですけど、これをどうするかって言ったら、ここでヒントを使うわけですよ。ログ10の2っていうのを使っていきたいわけで、4っていうのは2の2乗ですよね。なので、一旦、これ後で変形してもいいんですけど、一旦2のね、10.8 乗みたいなのに変形してあげましょう。4は2の2乗なので、5.4 の2倍で 10.8 と。右側はもう示されたので、もうここ一旦無視しますね。この青の部分だけ着目していると。あとは何したいかって言ったら、ログの10の2っていうのを作りたいわけだから、これ両辺ね、定を10とするログを取ってあげればいいですよね。すると、このね、10.8 っていうのは、この下側に下ろせるので、結局、10.8、ログ10の2というものが作れると。今何をしたかったかっていうと、このログ10の2っていうものを作るために無理やり変形したっていう形ですね。で、あとは、これがログ10の2022よりも小さいことを示していきたいわけなので、この不等式の使い方としては、この右側を使うんですよ。っていうのも、10.8、ログ10の2っていうのは、10.8 倍の 0.3011 と、これよりも小さいよねっていうことを言うことによって、これよりもログ10の2022の方が大きければ、当然この不等式は成り立つということが言えるわけですよ。これが、こっち側の 10.8×0.301 よりも大きいっていうね、不等式は何の意味もない。なぜかというと、これとこれ比べたところで、10.8、62も、602022も、これよりは大きい。同じものより大きい。だから、これとこれの代償関係はって言われても分かんないわけですよ。なので、ちゃんとね、どっちの不等式を使ってあげるか、不等号を使ってあげるか、っていうことを考えることは重要です。じゃあ、あとは 10.8×0.3011 を計算すると、3.25188 みたいなね、数になるわけなんですね。じゃあ、今、この 3.25188 と、ログ102022。で、ログ102022の方が大きいことを示していきたいわけなんですよね。この順番。じゃあ、次に、この代償関係を考えるにあたって何が必要かというと、ログとログじゃない方なわけだから、当然、揃えてあげると。形を揃えてあげましょうっていう発想が必要になるわけです。だから、ログ10っていう風に出てきてたら、この 3.25188 もログ10っていう形で考えてあげないと比べられないんですね。
まあ、こういった形にすることによって10の 3.25188 乗と2022どっちの方が大きいんだろうって考えることができるわけですよね。そうすると、まあ、この10の3乗っていうのは、まあ、当然1000と、まあ、これを1000、10の3乗の部分とその他10の 0.25188 乗っていうのに分けることができるわけなんですけど、これが、まあ、ざっくり、2より小さければ、まあ、60,000×2 より小さいから、2000より小さい。まあ、2022より小さいことが示せるわけじゃないですか。で、この時に、このまた不等式を思い出してください。60の2っていうのは、要は、10のだいたい 0.301 乗が2に近いよっていうことを表してるわけですね。10の 0.301 乗がだいたい2ですよっていうことを言ってるわけだから、10の 0.25188 乗っていうのは、この不等式を使えば2より小さいっていうことは容易に示せるわけですよ。すなわち、この不等式より60の 1000×10 の 0.301 乗より小さいっていうふうに、まあ、簡単にね、不等式を立てることができて、この10の 0.301 乗っていうのは2よりもね、小さいわけですよね。まあ、ここにね、書いちゃいますけど、60×1000×2 と。まあ、これは明らかに60の2022より小さいですよね。2000と2020に比べたら、60の2022よりも小さいですよと。よって、まあ、10.8、62と602022の大小関係が分かったわけだから、こっから戻っていって、元々の不等式が示されたというわけです。よろしいですかね。まあ、考え方としては、まずは元々の式を変形してみて、うまくいきそうな方はすぐ求める。で、うまくね、いかなさそうになったタイミングで、ヒント、ログの10の2っていうのを無理やり作った形で考えてあげると。あとはごちゃごちゃね、不等式を変形していきながら、何を求めたいんだろう、どうなればいいのかな、あ、10の 0.25188 乗ってことは、これが2より小さいことが言えればいいな、みたいなことをその場その場に応じて考えていくと。これによって、まあ必然的にね、この問題を必ず解けるようになるので、まあこの考え方、解放のプロセスっていうのをしっかりとね、学んでもらえたらいいかなと思います。今後もね、こういった動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。